みなさんこんにちは,にちはウィークリー・ビズ・セイビアです今回は大川隆法総裁エローヒムの霊言エローヒムとその時代映画宇宙の法エローヒム編参考霊言をご紹介いたしますよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますえそれではなぜ今この霊言が公開されたのでしょうか はい。えー、今年の秋にですね、大川隆法総裁が制作葬式を務められましたアニメーション映画が公開となります。えー、その映画のタイトルが、この霊源のタイトルにもありましたように、宇宙の方エローヒム編というものになっております。はい。え、アニメ映画としては、2018年に公開された宇宙の方霊面編以来3年ぶりですね。そうですね。えー、この映画宇宙の方シリーズなんですけども、第1作目はですね、 2015年に公開されました UFO 学園の秘密っていうものがございました。この UFO 学園の秘密と、この宇宙の方黎明編ですね。どちらもですね、アメリカのハリウッドのアカデミー賞でアニメ部門の先行対象作品に エノミネートされていいたんでですすすよね、はい、すごいですねごそして前回の黎明編では人類4億年の歴史の中で約3億3,000万年前に初めて地上に降臨された地球神アルファ様の時代が描かれていて、うん、この地球における創世紀の真実が明かされていましたねそうですね、えー、そして今回のエロヒム編ではかつてアルファと名乗られていた地球神が1億5,000万年前にですね 再び降臨され、エローヒムと名乗っていた時代が舞台となっております。そしてそのもう超、超古代とでも言うべきですね。はい、1>, 1億5千万年前のエローヒム神が降臨された時代は、どのような時代であったのか。なぜですね、地球神が地上に再び降臨されたのか。そして何を解かれたのか。こちらをですね、映画化するにあたりまして、 エローヒム神に直接にですね、えー、お伺いさせていただいた奇跡の霊言が今回の霊言となっております。はい。それでは今回の霊言はどういった内容になっているんでしょうかはい。エローヒム神がご降臨されました。1億5千万年前の地球の状況はどのようなものであったのか、えー。そして当時の地上の人々の様子。そしてですね、当時も宇宙からですね、えー、宇宙人たちが来ていたんですけども、その宇宙人たちの考えはどのようなものであったのか。 ということが語られます。えさらにですね、エロヒム神が解かれた信仰神とは何であったのか。なぜ人類に信仰神というものを解かなければいけなかったのか。まあ、今回の例言でですね、エロヒム様の時代、エロヒム神の時代にですね、やはりこの信仰神というものを解く必要性が出てきたと。この時代から本格的に信仰というものを解くようになっていったということが明かされております。 では、それがなぜだったのかということをですね、この霊言の中で明かしてくださっております。そしてですね、なぜ地獄界というものが生まれてしまったのか。また、こう、一人の天使であったにもかかわらずですね、地獄に落ち、帝王となったものがいるんですけれども、まあ、その地獄の帝王となったものがどのようにそうなっていってしまったのかということ、そのですね、秘密が語られております。 さらにこう信仰を忘れ去った人々による神なき自由の暴走によって過去にいくつも文明が滅びてきたわけですけれども現代もですねそのような今時代に入ってきているとそうした中でこの現代人が気をつけなければいけないこと教訓としなければいけないことは何であるのかこうしたことも語られておりますさらに地球人ではなく宇宙から来た多様な人々を導くために エローヒムシンが示された地球における価値観、正義、愛、真理とは何であったのか、こうしたことも語られております。本当に壮大なお話を解かれていましたね。はいうん、特に櫛田さんが印象に残ったところはありましたか、はいえー、やはりですね、この地球における地獄界と呼ばれる世界が、なぜこう生まれてきたのかですね。えー、すごくこう考えさせられるものがありました。 こう冷静ですね。自分というものが本来は霊的な存在であるということ。魂が肉体に宿っていることを忘れ去ってしまい、こう地上の生活ですね。地上での様々な、こう、何て言いでしょうかね、まあ。立場であるとか、その快適さであるとか、喜びですね。そうしたものに執着していってしまってですね。天上界、死後に天国に帰れなくなってしまった人たちが、その当時から増え始めてきたということだったんですけども、その、 やはりきっかけとなったこの地上への執着を持った人が多くなっているということ。さらに、冷静を見失ってしまっている人たちが多いっていう、その状況がですね、どう聞いてもですね、現代のこの地上の世界に非常に 似ているなということを思ったんですよね。そうですよね。結局まあ欲の部分というか、うん、権力欲だったり、はい、地位欲だったりとか、うん、本当に財産欲であったり、まあさまざまなこの様的な欲望を満たそうとすることがこう楽しくなってしまっていて、自分自身のこう霊的な本質というのを見失っていったというのが本当に現代に似ているなと私も感じましたね。うんうん、そうですね。まあさらに今回の霊言ではですね、地球の霊界の話を超えまして。 宇宙レベルでも、裏宇宙、闇宇宙とも言いますけれども、その宇宙レベルでもですね、こう悪魔と呼ばれるような存在がこう発生していく原因についても語られているんですよね。そうですね。うん。まさしく宇宙レベルにおいてもですね、光と闇の戦いというものが存在するんだっていうことがです、ね、非常にこう、腑に落ちまして、うん、この宇宙の方という大きなですね、方がこの時代に解かれる意味。 また、地球神が降臨されて解かれる意味っていうものが、深くそうですね、結局、そうした悪魔も、自分がこう神になろうとしたかったけれども、でもなれなかったから、裏側の世界で支配者となっていこうとしていたんだなっていうことが、すごく分かりましたね。そうですね。惑星間の戦争においても、そういうことが起きてしまう。戦いの中で、敗者が今度ですね、そうした。 裏宇宙のこう邪神のような形になってしまって、うん、表側の宇宙といいますか、この宇宙を乗っ取ろうとするということが起きているということが、えー、今回明らかにされました。はい、このエロヒムの時代にはですね、まあ、現代の民主主義の走りのようなですね、うん、考え方っていうのも出てきたんですよね。ねはい。まあ、そちらに関してはですね、こちら。 信仰の方、こちらの第5章、地球神への信仰とは何かの中でですね、述べられておりますので、少しご紹介したいと思います。現代の民主主義と同じく、自由と平等が両方ともありました。仏性において、すなわち、神の子、光の子としての尊さにおいては、地球人種も宇宙人種も変わるものではない、平等である。ただ、意見の相違は数多くあるであろうから、 その意見を一元的に統一するわけにはいかない。自分の心を済まし、よく心の内側にうがちいって考え、自分が正しいと思うことを各自自由に述べてよろしい。しかし、そのようにして話し合った結果、出た決断については合意を持ってそれを実行していくことを良しとしなさい。また、あなた方人間に判断がつかないことに関しては、 きちんと天上界に祈りて神の声を聞き、それに基づいて大きな判断をしなさい。あなた方の自治に任されたこの世的な事柄については、あなた方の自由な意見で多数の合意を形成し、それを実行に移していきなさい。それを超えたる大きなものと人間心では変えることができないそもそもの仕組みについては、神の心に従いなさい。そのようなことを エド、エドーヒムは解いていました。はい、はい、ありがとうございます。そのようにですね、まあ当時からまあ宇宙人もたくさん来ておりまして、まあそうした地球人と宇宙人種、またですね、まあ今回の霊言の中では多数派と少数派って分かれるものがあったということですけれども、まあそうした者たちがですね、一方が一方を滅ぼすようなことがないように、この民主主義の原理でもってですね、統治するということを もうこの時代からですね、すね教えておられたということですね。はい。ぜひ、はい、ですね、詳しくは、この信仰の方を読んでいただければと思います。私たちのですね、この地球の主なる神、地球神は、大宇宙の創造に関わる根本物でもあって、宇宙レベルのメシアでもある、救世主でもあるというふうに、私たちは教えていただいておりまして、そのように信じているんですけれども、その幸福の科学の信仰ですね、 アルファエローヒム、そして現代に降臨されたエルカンターレ信仰の重大さ、そしてその教えのスケールもですね、強く実感できる、本当霊言になってますよね。はい、そうですね。はい。まあ、特にですね、こう、魂の進化のために、こう、地球という環境を作られですね、様々な宇宙人をも受け入れ、えー、考え違いをして地獄霊になってしまった者たちもですね、幾度となく救世主や、 預言者をこの地上に送り込んでですね、善悪、そして正義っていうものを教え、救おうとしてきたこう愛の思いっていうのが非常に伝わる霊言でしたし、創造主として、本来はそうした地獄などですね、すべてをこう消す、消滅させられる力を持ちながらもですね、根気強くこう数億年という時間をですね、私たちの成長を待ち、地上にてですね、目に見えぬ世界、 真理というものを教えていくという非常にこう困難な仕事をされてこられた、その神の愛がやはり深く感じられる霊言でございました。まあ、私たちが今こうしているということ、この瞬間にもですね、やはり神に愛されているんだということだと思います。えー、そしてですね、これまでも愛されてきたことがこの霊言を聞いていただければわかりますように、そしてこれからもですね、 私たちは神に愛され続けていける。っていうことがですね、うん、実感できると思います。今ですね、生きておられて非常に苦しい立場にあられる方もいらっしゃると思います。地上において自分を愛している人なんか誰もいないんじゃないかと思って苦しんでおられる方もいらっしゃると思うんですけれども、幸福の科学のえ学びですね、今回の霊言を見ていただければですね、私たちをずっと愛してくださっている神がいらっしゃる。 そしてこれからも私たちは愛され続けていくんだということが実感できますので、非常に救いになる霊言であったかなと思います。そうですね。あのはい、神の愛のもとに私たちが生きているんだなということをすごく実感できる霊言となっていました。はい。えーえー、ぜひですね、本当にこの霊言を多くの方に配置をいただきたいですし、はいえー、映画、宇宙の法シリーズをですね、ぜひデジタル配信もしておりますし、うん、あの、レンタル、 点で、えー、借り入れることもできますので、ぜひ見ていただいて、秋の映画宇宙の方へ浪費ム編、こちらも楽しみに待っていただければというふうに思います。はいえー、今回ご紹介しました霊言は、6月25日より全国の支部商社で公開しております。はい、今回は以上とさせていただきます。ありがとうございました。